看板のところです。左奥、砂丘の上のポプラも大きくなっております。2001年緑化開始時は白い砂が延々と広がり、風が吹けば砂は飛ぶというところでした。樹木は数本の柳程度でした。一部に草が薄く残るだけ。こんなところで無事に木が育ち、草が戻るとは信じられないくらいでした。私たちは周囲を針金と木食いの柵で囲いました。狙いは家畜の食害をなくし、草を復活させ、内側に防風林を作り、風を弱め砂が飛ぶのを緩和することです。緑が回復すれば、条件の良い場所には畑も復活させることを考えました。初年度にすぐ草は復活を始め、春植えた防風林のポプラもたくさん活着しました。2010年には育ったポプラを農民全員に配分し、緑化地への立ち入りも村側に管理を移しました。その結果、畑は急速に広がり、トウモロコシ、豆、そばなど毎年広く栽培されるようになりました。砂丘の手前、低い平らなところ、松大きくなりました。東岳沿いの防風林です。はい、ご自宅の場所です。白い風の通路に双方角を作り、任峡や松を植えましたが、中央部分は皆飛ばされてしまったんですが、周辺の任峡、根城は残って、大きくなってます。その向こうは松、その向こうは一字体のポプラです。で、ここに、看板があります。この松の向こうは、昨年はチョロの息子が、蕎麦を作った畑にしていました。今年は何をやってるんでしょうか。豆でしょうか。畑がありますが、詳細には分かりません。一木地区の林に来ています。村の人が自分たちで分配し、誰がどの木をもらうということが決まっています。一部の人はすでに切り始めました。木を伐採するには政府への届け出が必要です。その上、法律で切ったら植えなくてはならないと最近決められたのです。政府、農民の間にも砂漠化に戻らせないという機運、行動が出てきたようです。この辺りは元気ですが、この上だんだんと葉っぱがなくなり、ついにこんな状態になってます。ポプラは時々このようにコロンと枯れることがあります。西側の防風林です。こちらが内部になります。まだ草が生えてきた段階ですが、一部は南の方、あるいは東の方は畑にしてます。で、こちらが北柵方面の防風林になります。何重にもなって、なかなかいい形だと思います。
左は双方角の松です。その奥はダチンノール開始時の一基地区の西柵防風林です。手前近くは八次隊のポプラ、結構揃って大きくなってきました。この辺り泥団子を作りました。根城人居がかなり見られます。あちこちに見られます。この方向中ほどに見えるのが、8時帯9時帯で作った双方角とその中に植えた松です。大きくなりました。ポプラ列もしっかりしてます。正面に見えるポプラの向こう側が鉢の外です。外はまだ草が少なく白い部分がかなり多く残ってます。ずっと先に行きますとまだまだ白いところが見えます。豚骨丼の放牧地になってます。6時帯のニレです。この付近ニレが大きくなってます。ずっとニレがあります。アカシア、ヤマアンズ、ニレ、この辺は二基地区中央やや東寄りの砂丘の上です。ニレがたくさん揃ってます。ポプラもあります。松です。同じ体の松です。大きくなってます。同じ体のポプラあるいはニレなども見えます。草がいっぱい茂ってます。松はこれだけ大きくなったのでもう負けることはないと思います。これはモミジです。16時帯が植えたものだと思います。草の上まで伸びてきて頑張ってます。どんぐり、猛虎クヌギです。去年より、だいぶ大きくなりました。これから成長が加速すること期待してます。大きくなりました。根がしっかりしてきたんでしょう。こんな砂漠の風の通路、砂がバンバン飛ぶようなところです。よく生き残ってました。この脇にもあります。2004年春、農民が植えたポプラの森の南側に来ています。正面、色が鮮やかなやや低い木は山あんずで2006年頃農民が植えました。で、その左ポプラに囲まれて丸い形のやや低い木が見えます。この正面、これは三里本といって三座子の仲間です。我々が植林を開始した時にはすでにあった古い木です。これがすでにポプラにすっかり囲まれておりますが元気に、残っています。
近くに来ました。正面山あんずです。はい、左奥に三里本が見えます。はい、この森が西作、付近の林です。ここら辺はすべてポプラを農民が植えました。東北方面です。この先には大きなポプラの林が広がってます。正面に見えるものです。